こんにちは、星座チャンネル花とレンとカズです。もうね、世界には行けません。どうして？コロナだから。あ、そうでした。残念ながらね。なので新しいことをします。何のことでしょうか？ミャンマーのことをもっと知りたい。あー、ミャンマーのいろんな街行く。違うな。イロハウタって知ってる？イロハウタ知らない。知らないですね。日本の文化ね。はい。アイウエオは知ってる？はい、知ってる。全部で何個あるか分かる？46個。早い。それをね、はい、一つずつだけ使って文章を作ったものね、はい、ああ、そういうことですか。まあそういうのがあったんですよ、昔ね。毎日いろは順にそのひらがなから始まるミャンマーの言葉を教えてほしいなと思ってます。昨日はいろは、いどろとはを使った、はい、で今日はそのいろは歌の順番でいくとみほへだね。2は1個、とは1個でしょ。そう、2が1つ、ほうが1つ、は、2、ほ、へが1つ。はい、できました。お、なに、に。にに健造。あら。にに健造って誰？にと、え、歌の、女の歌手、日本語で歌を歌ったりとか、時々ね。中国語でも歌を歌ったし、お医者さんですごく上手な、すごく有名な歌手です。そうなんだ。未来への歌を一緒に、なんか日本人の歌手と一緒に歌った歌手です。彩香さんとね、はい、に金蔵のにですね。はい、とほほほ、難しい。言葉でも文章でもいいですか？お、いいよ。今語でね。そうだね。ほうは難しいな。そうね。ほう。ほうとか、ほんとか、ほうとか。ほう、パン？うちにあります？あー、ほぽん。ほぽんって読むんだ。ほぽん、ほぽん。ほぽん。ほぽんは何？シャンシュの一つの地名、ほぽん。ほぽんみょというほぽん。知らない。はい、山州の多分南の方、ホポミュ。初めて聞いてました。あ、できたできた。ホポミュだよ。ホポホポミュ。はい。どんな町？山州ってなんかすごく広いんですけど、南と東とか、いろいろ北とか分けるんですけど、多分南か北か。ホポホポホポ町。今調べてみますか。ホポ。あ、ホーポンコーヒーテ。コーヒー。あ、コーヒーが有名なんだ。はいはい、ホーポンコーヒーテ。あ、ホーポンじゃなくてホーポン、ホーポン。ホーポン。ホーポン、私の発音間違った。どこに？ホーパン、ホーパンミュもあるですね。あ、いっぱいあるな。いっぱいあるいっぱいあります、いっぱいあります。ややこしいな。知らなかったです。あります、あります。みんな一番そばにあるホッポ、忘れてホッポ。ホッポ？ホットパッド？そう。ホットパッド。あー、そうです。これ。ホットパッド、そうね。まあ、みんな好き。忘れました。ね、あれですよ、王族がすっごく多い町。ホポン。はい。後で送ってもいいですか？後でいいよ。はい。ホポン、ホポン町。じゃあ最後、へ。へは簡単な。簡単なの？簡単。花。へだよ、へだよ。へだよって言われてもわかんない。へ、いつも旅行してる町。考えて。塀の町？塀の町？塀の町だよ。花の名前？いえ、花火を越したことあるじゃないですか。知らないで。そうなの。塀を、はい、塀を旅行した私。塀の町だよ。当時、当時、そうそうそう、当時の当時の塀を。うん。聞いたことあるでしょ。平方はね、飛行機で行けるからね、ヤンゴンから。そうそうそう、そうです、そうです。ちっちゃいの飛行機？
ちっちゃい飛行機です。ママが乗れない飛行機。ぜひ大型機を、ジェット機の導入を、もしくはプライベートジェット持ってる方、ご連絡ください。石油王に行かないと。サウジアラビアから見てくれてれば。ちょっとアラビア語で翻訳載せましょう。字幕アラビア語だけど。タイトルと、はい。いい砲兵揃いましたね。はい。ニーニー金蔵とホーポンとヘイホー。ヘイホー、はい。昨日ね、アナでニュースを送ったんですけど、アナ言ってるかな。マンダレーでマッサージ。マッサージのお店？言ったっけ？ニュースで言ったんですか？言ってないね。アナ言ってないですよ。アナ言ってない。アナ今初めて聞いた。昨日アナで送ったんですけど。はい、マンダレーでマッサージやっている。アンナが内緒でやっている。いいえ、今ニュースね。アンナがやってるのかな、はい、マネージャーとか女の子たちとか全部で21年です。捕まったの、はい、はい、捕まったです。あら、内緒でやってるんで今やっちゃいけないもんね。はい、ダメですね。一応取り締まりもしてるんだね。ね、びっくりした、それに。マンダレーはあれ、セミロックダウンじゃないですか。ヤンゴンと同じでしょ。そうです、セミロックダウンになりました。ヤンゴンも、このほら、入ってるところあるじゃんと思って。レストランも。5月までは全部お祭り多いですね。中国のちょっと何、ニューリアとかいろいろのあるね。これからね、はい、雨降らないからね、はい、そうだよ、どうするの。クリスマスでしょ、まずは。はい、クリスマスも多いかな。ニューイヤーやって、チャイニーズニューイヤーやって、はい、ジャジャンやって、できるのかな。火事が増えるよっていうニュース見たよ。はい。あの路上のゴミ、道の上のゴミ、はい、みんなポイポイって捨てたやつが原因で火事になっちゃうことが多いから気をつけてねって YCDC が。なんだっけ、一昨年だっけ、あの大きなゴミを捨てる場所があるでしょ。あ、ラインダイヤね。そう。あ、そんなのあるんですね。そう。ゴミあれね、燃やすんじゃなくて埋め立てだから。あ、埋め立て、はい、全部ね置いたままなの、外にね。はい、わあ。だからあそこで火事があったんだよね。あ、すごく長かったよね。1週間ぐらいかな、消防車だし、すごく大変でした。あと火傷になっちゃった消防車も多かったです。消防士ね。消防士、すいません、消防士。なんかショッピングモールも火事起きたりとか、あのレストランも火事起きたりとか。はい、普通に電気の問題でとかね。はい、そうですね、ショックとか。そうそう、そういうので火事になってるケースも多いから。まあちょっと今週かな、ちょっと話題出しのレオで見たの、メインやってるの場所、うん、その、はい、匂い、ちょっとゴミの匂い、チュチュイの匂い、あら、してるですか。はい、その匂いできて、電気やってるの人で聞いてやってくださいとか言うから、2万3000かな。リオの人でオーナーさんで言うんですけどね、それあなたたち住んでいるから、あなたたちお金でそれはあげてくださいとか言うと、厳しいな。それは本当にちょっと危ないね。そうだね、それメンテナンスするの大家さんの仕事だからね。はい、それで言うんですけど、親さんはね、私たち住んでいるの時できたから自分でやってくださいとか言った。ああ、ちゃんとそういう契約しなきゃダメだよ。ああ本日も動画を見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。面白い方ら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、花と、レンと、秋と、カズでした。たったー。
花歌う歌うの好きだもんね。私歌うのはあれ好きじゃないよ自分の声あまり綺麗くないから。そう、はい、あの花の声ハスキーだからね。そうですね、好きな人は好きで自分では好きじゃないからりんちゃんはもうね踊ってもらうからね。いやいやいや、私そうよね、りんさんとアナ歌、いやいや、歌いますりんとだからりんさんは歌ってアナは踊り踊りそうそう、ひなたにも歌わせましょう。そうね、ひなた歌上手